世界各地を歩いてきた作家の椎名誠さんが旅先で集めた品々などを紹介する特別展が、青葉区の仙台文学館で開かれています。椎名誠さんは、これまで国内外多くの地域に足を運び、自分の目で見た暮らしや文化を旅行記などにまとめてきました。仙台文学館では、椎名さんの仕事の軌跡をたどる特別展が開かれていて、 旅から持ち帰った思い出の品や取材ノート、世界各地を歩き回った愛用の靴など、およそ200点が展示されています。こちらは著書パタゴニアに登場するチャンピオンベルトです。シーナさんが現地の材料をかき集めて息子へのお土産として手作りしたもので、旅への好奇心を感じることができます。またこれまで執筆してきたおよそ300冊が並び、読むこともできます。 まあ一言で言うと、すごい世界をこう見てきたんだなというような感じですねと行きたいけど、とても真似できないなとなとかなかね、旅に出かけられない状況が続いているんですけれども、ぜひこの,あのシェイナさんの,あの文章を読んでいただいて、次の皆さんの旅の,あのイメージを膨らませていただけるといいなと思います。 この特別展は今月26日まで仙台文学館で開かれています。